はい、今日の選べるビールは青いばっかりやっぱりちょっと気になってたやつ、これをいきますか。気になってた割にはずっと取ってあったよ。とっておきにしていました。はい、はい、青いエビス。青いエビス、名前なんていうのこれ。そう、エビスプレミアムエール、行ってみましょう。はい、お色がなんかもう違うぞ。おー、なんかテンション上がっちゃったあ、なんかこう濃いだけでこんなテンション。昨日が薄かったんですよきっとねさらっとしすぎてあらって感じだったんですよね。飲み応えがなく、まあ、そういうあっさり系だったんですよね。好みですから。これこそ琥珀色じゃないの。琥珀は琥珀であるんだよ、また色っぽいね。プレミアムエール、吟味された2種のホップと上面発酵。何や上面発酵って。上の方が発酵してるってことでしょ。酵母が醸し出す余韻まで広がる香りとコク、自分だけのひとときに恵比寿ならではの。分かって読んでる。たどたどしいけど。2種のホップって、うんうん、まあちょっと期待できそうやねこれは。恵比寿ですから余韻まで広がるやで、香りとコク、うんうん、どうせ飲んで広がるって言うんでしょ余韻まで広がるってなんかおかしくない。余韻ってほんのり香るのがそれがうわーって広がるって言うんだよね。広がってることを余韻。余韻は後まで残ることを余韻って言うんでしょ。まあいいか、めんどくさくなっちゃった。あらら、もりもり綺麗な泡。高いビールって泡綺麗くない。うん、気のせい。細かいね。細かいよね、やっぱり。はい、はい、ブーイ。ちょっと期待しちゃう。泡がすごいよこれ。うん、濃い。うん、うまい。この何、どっしりビターな感じなのかな。うんうん、ドラホップってことでしょ。ダブルホップ、はい、美味しいです、うん、なかなか芳醇な味わいですね。お、なんか一つ勉強した。芳醇なっていう言葉どっかで出てきた言葉だった入ったと。そして本日の酒のつまみはスペシャルつまみ、じゃじゃーん。スナックじゃない。乾きもんでは、あ、乾きもんかこれも。乾きもんって違うでしょ。乾かしたけれども。アユの一夜干しです。すごいですね。昨日。地釣りですよ、地釣り。アユ釣りしてきまして、それを開きまして、うん、一夜漬けと言いながら24時間干してました。一夜干しでしょ。あ、一夜干しか。一夜漬けって何？勉強？今さら。今更試験よっぽど一夜漬け、一夜って言うと漬けになっちゃうんだよね、うん、慣れない言葉だね。一夜干しです。さてどんなお味でしょうか。あ、なんかあれみたいになってる、あの干物みたいになってるちゃんと、うん、ね、今日天日が出なかったからな、うん、あの干すとちょっと肉が旨味が凝縮するらしいです。うん、見た目はなかなかちょっと高いんじゃないの。いい感じですよこれ。ったらそれは買うと高いよ、天然アユやもん。どこいくらぐらいよ。一匹500円で食べれるのかな、天日干しって。うん、美味しい。どう美味しい。普通のアユも、アユの塩焼きとどうなの、味と香り。あ、アユの塩焼きは、うん、中が
身がなんつうのふわふわ、うん、ふわふわと美味しいけども、うん、これは本当なんかギッ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 となってるよ凝縮って感じ出てきた、なんか団子が食べてみてよ。あ、もうよ持ったところからもうひもの感じ、うん、弾力があるね。っていうかこんな肉厚だったんだ、ね、うん、だって昨日さばいてんの見たけど薄っペラペラって感じだったよ、うん、これビール進みます。うん、美味しい、味が濃い。あらあらあら、これは美味しいですね。手かけただけありますよ。うん、うん、あ、でも干物の味がする、うん、背開きにして乾いてない干物、ちょっと塩水につけて、一夜干しだって。塩水には多分 2,30 分しか使ってないね。うん、そんなもんでいいんじゃない。美味しい。でそれを皮も食べちゃおう。よく拭き取って乾かしました、うん、塩焼きもいいけどこれもいいね。美味しいな。どこまで尻尾食べていいんだろう、うん、食べれるだけ、うん、全部食べていいよ、うん、美味しい。あ、またこれ釣ってこなあかんな。あかん。はい、正解。あ、尻尾も美味しかったりして、あ、全部食べちゃおう。ちょっとこの裏返しも見せてよ。本当にアユだよって。うわ、アユだ、めっちゃアユだ。まあこれもうちょっとシーズン的に落ち鮎なので、うん、黒いね、このオレンジっぽくなってきてますけども、これをね7月8月初旬の鮎でこういう風にできたら最高やね。釣りに行ってなかった、うん、全然行かれへんかったな。来年期待しましょう。では